こんにちは、シア畑菜園アドバイザーの高畑です。今日はふかふかになる冬場の、土壌改善の方法を紹介していきます。冬場は畑を休ませる絶好のチャンスとなります。しかし、休ませるだけではなく生育が悪い場合にはこの冬を有効に活用して土壌の改善をしておくと翌年度の春には夏野菜に最適な微生物が豊富な土壌となります。以前はシア畑でやっている改善方法を紹介しました。こちらもご覧になってください。それでは実際にやってみます。今日は米ぬかを使った方法を紹介いたします。米ぬかはですね、とても栄養が豊富で、土の中に入れることによってですね、微生物が活性化します。窒素分が比較的少ないので多少、多く撒いてもですね、問題はないかと思います。土壌のバランスをですね、崩すことがない資材なので、私は通常これを使っています。注意点としてはですね、一箇所に塊のようにこう巻かないということですね。均一に巻くということが一番大切なことだと思います。使用量としては1平米あたり 200g ですね。 200g っていうとですね、ちょうど手のひらに乗るくらいの量なんですけれども、それを1平米、あたりに巻くということになります。もう一つ使うものがあります。野菜の残渣です。こういった残渣ですね。特にですね、キャベツの残渣、これにはですね、油中全般に言えるんですけれども、辛味成分が入っています。でこの辛味成分が、細かく刻んでですね、土の中にすき込むと、ガスを発生します。そのガスが、土壌を殺菌するようなガスということで、畑をこうクリーンにするという役目を果たします。こちらはさつまいもの残渣です。さつまいもはですね、つる性なので、繊維質が非常に多い野菜です。したがってですね、こう私の場合はもう5センチくらいにだいたい刻んでしまいます。でこれによって、土の中にすき込んだ時に、分解が早まるということになります。専門的な話になるんですけれども、 CN 比っていうのがあって、 CN 比は20から25ぐらいが一番土の中で、こう分解がされやすい比率です。その CN 比は何かというとですね、炭素と窒素、この割合です。ですから炭素割る窒素が20から25ということになります。で普通の野菜は、だいたい CN 比が17、8ということで20には足りません。米ぬかはだいたい CN 比が23、24、それぐらいあります。したがってちょうどこれを混ぜ込めばですね、足りない分の炭素、これを補うということになって、ほぼ20から25の間に、落ち着くのではないかと思います。そうすると土の中で、分解が早まるということになります。残渣を、すき込むことによって、微生物が増えます。微生物が増えるということは土をふかふかにするということにつながります。冬の間作物の成長がこう遅いということで栽培を休んで、これからの春夏に備えるということが一番の大きなメリットかと思います。では実際にやっていきましょう。こちらが大根の残渣ですね。
まあ5センチぐらいに切ればいいんですけれども、私はだいたい 1,2 センチに切り刻みます。これくらいの大きさですね。細かければ細かいほど分解が早まります。キャベツはまあこれはそんなに大きな葉ではないんですけれども、大きな葉は芯の部分がですね、結構硬いんでですね、芯だけ取って切ってしまいます。こういう時には本当は残さバサミを使うとですね、効率よくできるかと思います。概要欄に使っているハサミを載せておきます。これぐらい細かくしましょう。そしたらですね、ふかふかにしたい、畝の上にこう巻きます。量としては前作としてそこで育った野菜の残さをすき込むということで、他から持ってきてすき込んでしまうとさらに多くなってしまうんでですね、適量としては、その畝で作った量をの残さを戻すというのが一番いいかと思います。実際は残さもっとあるんですけれども、今回は省略して一応これだけで、やってみたいと思います。でここまあ1平米ぐらいありますので、200グラムぐらい、風が強いんでちょっと飛んでしまいますね。まんべんなく振りかけます。で実際の畝よりもですね、少し面積的には多めにかけた方が効果が高まるかと思います。そしたらこれをすき込みます。20センチくらいでいいと思います。コツはですね、一箇所にこう固まらないようにすき込みって感じですよね。一旦この作業をするとですね、分解が始まります、発酵が始まりますんでですね、最低1ヶ月は置いた方がいいと思います。最後にワンポイントです。お酢、200倍ですね。これ6リットルですから、30cc、を入れます。最後の一滴です。これ、はい、これで、はい、200倍の酢水ができました。この酢水をまくという理由なんですけれども、お酢を土にかけることによってこの土壌生物がすごく喜びます。活性化します。中に入れた米ぬかですね、米ぬかと、野菜の残さ、これの分解が早まります。ではかけてみます。これ6リットル全部かけます。まんべんなくかけます。はい、かけ終わりました。資材がある方はですね、このようにですね、透明マルチをかけて、1、2ヶ月、まあ、冬なんでですね、保温しましょう。ない方はそのままでも大丈夫です。私の場合はですね、ビニールはかけずに天地返しといいますか、ひっくり返す作業ですね、これを週に1回、3、4回、やると中に空気が送られるんでですね、さらに分解の速度が早まります。畑にですね、定期的に通える方はこのようなやり方をお勧めします。区画全体の、まあ、生育を良くするために土壌改善する方法を家庭菜園ライフで、ご紹介しておりますので、そちらの方もご覧ください。今日はふかふかになる冬場の土壌改善の方法を紹介いたしました。シェア畑リエットガーデン三鷹高畑でした。よろしかったらチャンネル登録と、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた。